さん、いつもご視聴ありがとうございます。ドラマードラムインストラクター山部美京です。今回もですね、実はフットワークについての体のバランスについてちょっとお話ししてみたいと思いますので、よかったら見てください。はい、ではやってみましょう。ペダリングの中でですね、いろいろ考えすぎてしまうと体のバランスをかえって崩してしまうので、かといってこうやってよく初心者であるんですけど、ここの筋肉を使ってこうやって上げてしまって下ろすっていうのに、頼りてしまうと、やはり、なんていうんですかね、バランスを崩しやすいんですよ。なかなかこの、太ももの前ですかね、この上の部分を使って上げないようにしましょうとかですね、体のバランスをこうのけぞらないようにしましょうと言っても、やっぱりね、なかなか治らないんですね。その場合、やっぱり一番近いイメージで一番有効なのは、やっぱ二輪車の例えなんですね。つまり自転車ですね。自転車のこうペダルワークですね。こうペダリングを想定すると、まあ、こういうふうにこう、なりますよね。こういうふうに、ローテーションというか、こう、噛み合ってますよね。実際の自転車乗るときもですね、意識してるのが、ペダルを足裏で吸い上げるようなとか、足の指をで、まあ、実際に引っ掛けることはできないんですけど、引っ掛けてペダルの部分をこう、ヒュッと引き上げてるような感じですね。それをやりながら、こっち反対のところ、足は押している状態を作るんですね。この場合、押している足を脚力だけでやっちゃうと体が連動してないので、結局、よいしょってこくような形なので、結局、こいで、こいで、こいでって感じになるので、きついんですね。ところが、逆で、ペダルをスッと浮きをかけるような形で、スッと行くと、こっちの足もスーッと押してくれるんですね。で、実はこの押している方の足も浮きをかけてるって感覚です。自分の中で引き込んでる感じっていうのをやりながらも矛盾してますけど押してる感じっていうのをやると、こうすごく体が連動していくので、結果的にものすごく楽なんですね。あとこうアクセルというか自然とスーッと加速するんですよ。よいしょっていうのをできるだけしないために必ず体重から持っていくっていうことを意識掛けしてるんですけども、この体重をスッと前に緩めるように落としながら出しながらこう浮きをかけていくと、体の中のがまとまりつつもルーッとロッとこういけるようになるので、そういう意味では体のバランスっていうのは実は一回、無意味にこう崩すってことではなく、まとまりを持って緩んでこう不安定になっていくような感じ、そういうのやるとバランス感覚がやっぱ育つというかですね。あとは意外とバカにならないのが三輪車なんですね。三輪車って補助輪がありますよね。補助輪がある感じで、それを乗っていくと、もちろん倒れにくいからバランス取れるのは当たり前なんですけども、それドラミングで言ったら何かというと、この両足のかかとのこうヒールダウンなんですね。これを結構徹底してやるっていうのがいいので、例えば、アクセントもやるときも、最初ヒールダウンで全部やるときに、こうやってアクセントをつけてみるというのもいいですし、または、こういうようなアップを入れて、最終的にはこの浮きをかけた足、シュッてこうつま先がくっついてるんですけど、足裏のこうかかとがですね、シュッとこう自分の中、体の中に引き込むようなアップを入れて、でこのちょんとつく、ちょんとつく、ね、体の方がなかなか見えないかもしれませんけど、こういうふうにこうなるんですね。しっかりこう、キッキングがですね、脚力っていうか、あまり使わずにで、しっかり出るし、体のバランスもね、スムーズな上で、ガタガタしないんですよ。ですから、こう、そういう意味では、かかとを極力、早く上げすぎないっていうことも一つのテクニックですね。ただ、もう一つは、全部上げとかないと、やっぱりできないスピードというのなんですよ。例えば、分かりやすく言うと、ツインペダルで言ったら、先ほどちょっとやってましたけど、フラムタップとか、3連打、これを出してやってるわけなんで、一回最初に浮きをかけて入ってるわけですね。そしたらこう全部のグラムタップもこうスッと引き上がったやつがこう素直に3連打ですね、してるので、決してこう叩いてちょんちょんと弱くするとか余計な意識はいらずに、こう任せてるんです。
ですね、ストロークで。それをこう、最後ずらしてるわけなんで、こういうふうにスムーズにできます。タララッタララ。同時だったら、タララッ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 タララ。反対側をずらして始める。こういう感じですね。足の場合も同様なんで、こうやって3連打を。こういうふうにこうずらして始めてみるというのがいいので、それをこういう形で、ワン、ツー、スリー、フォーってこう、交互にやっていく。はい。こういう感じを意識するとか、先ほどやったこうダブルストロークローで、こういう時もこうスーッといけますね。常に受けをかけて、体がバランスすごくいい。でこういうなんですかね、体のバランスをこう難しくこう、ね、体のバランスが結構難しくなるような、やつっていうのはどうしてもこういうふうにこう片足ずつ考えると、しまったりとかすると余計おかしくなってくるんですね。なのでまあそういう意味ではさその次の段階っていうのが、二輪車のそのペダリングですかね。かかとが両方と曲がったりとこう絶妙に速いスピードで速いスピードでこう行ったりしてるのでそれ全体で体バランスを取っているという形ですね。もっと気づけば一輪車に乗ったら一番訓練になるのかもしれませんけど、僕はそこまでやったことないです。でも二輪車のペダリングのイメージだけでも随分とね、いいんですよ。ですから、極力こう、なんていうんですかね、こう、足を別々で考えないっていうことです。だったらこういうふうに、ね、こういうふうにね、セットの感じが生まれてくると思いますね。ワン、ツー、スリー、フォー。まあやっぱりペダルのあとこうスプリングですね。こういったのの揺れ、振り子、これを感じるっていう余裕を持つっていうか、それもね大事なんですよ。こうやって揺れますね。はい、こう揺れます。これを感じながら動くっていうのもすごく大事です。そうするとこう押さえつけてしまうようなストロークにならないと思うんですね。結局言ったらこのペダルのプレートの部分をこう揺れてる感覚っていうのは足裏でしっかり感じてあげれて、しかも膝とか股関節とか全体全部もね緩めてね同調してあげると思うんですよ。こうダラ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 ってすごい脱力、すんごい脱力でやりやすい。あと小指の方側の軸をやっぱすごく使ってるんで、この辺の軸ですかねっていうのをこうやっぱスイベル走法の時も言いましたけど、やっぱすごい使ってる感じがするので。遅いテンポの時はかかとが外側に入らせる形でやったりしますが、ワン、ツー、スリー、フォー。でも早いテンポの時は逆でかかとが中に入るモーション、こういう感じ。足の指なんですね。やっぱこの指の部分が意外とこうね、普段意識がね、なかなかないと思うんですけど、ちょっとだけこう、少しこう、こういうような、わかりますかね、こういうような力を指先だけにちょっとこう、固めてるって言ったらなんか違うかな。ちょっと弾力性を持たせて、こう、ね、ちょっとこう、単に緩んでるって形じゃないようにします。あとやっぱこう、よく生徒さんにやってもらいますけど、この、ダラダラダラ、足首ダラダラ、手首のこのダラダラダラと同じぐらいの感じでこうできるんです。声も揺れるような、これねすごく大事なんですよ。こういうクタクタとこのブラブラってしてるの見えますかね。ふくらはぎにね力が入ってないということですね。スネアとかもね、あスネのところスネアって言いましたから今ね、これをこういうふうにダラダラダラ、体をこういうする延長でやった方がいいので、これと足の上げ方がこういう上げ方をしていると、もうこれだけでこう固まって、あれどうやって緩めるんだっけってなるので、もう最初から吸い上げる時点で、こうしておいてください。
ただこう緩む形がね、わかりやすいと。で、その延長でやってるんで、超脱力なんですね。着地がこのアクセントが入ってますね、アクセント。これはこう、こういう抜きなんですね。体をこっちのこう、支えているような感じで、足だけシュッとこう、ね、一瞬だけこう、引き上げて、でもその間、体が落ちていってるので、ちょうど腕立て伏せでいったら、手を一瞬こう引き上げたような感覚ですかね。そういうのを使っていますね。そうすると、というふうにアクセントを入れてもリズムが乱れないんですね。アクセントをこう打ちに行くっていうためは一切ないわけですよ。こういうような、こういうようなためですね。というふうにこう乱れちゃうので、基本的には連続しててずっと息を引き上げて息をかけつつ、そこにアクセントを入れるには、後から入れる理由は、着地をするために一瞬、腕立てですね、手を引き上げるように引き上げる。すいません、いつもちょっと最近時間がないので急ぎ足の感じでやったんですけども、この動画が気に入ったな、役に立ったなっていう方はぜひぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いいたします。それでは、お元気様でした。山部幸男でした。